どうも、冒険 TV のぶどうです。今回はですね、また何回かも来てるんですけど、腰床峠にやってきてます。で、なんで今回来たかというと、前に自分が名前を間違えて紹介していた、腰所随道に、前回ちょっと中まで入れなかったんで、今回ちょっと中の方まで探索していこうかなと思います。ではね、早速随道の方へ向かっていきましょう。はい、今腰床峠を少し登ってきたところですね。ここは前回も少し紹介したんですけど、その前回随道行った時に、随道行った帰りか、帰りに、この山の上の山小屋を管理されている方にお話を聞いたところ、ちょっと面白い話を聞けたので、ちょっとだけお話ししようかなと思います。で、ここはですね、足利市の方にある、随道の入り口なんですけど、ここに、この道路脇広くこうなってるんですけど、ここはなんか待機場とかかなとか思ってたんですけど、他の方も結構待機場と勘違いされてた方も結構いたんですけど、ここどうやら、ここに随道の入り口が昔あったんですけど、こっから出てきた車が、まあ、左行ったり、右に行ったり、曲がりやすくするように、ここのスペースは空けているようです。で、向こうの、この随道の入り口はですね、自分も前回来た時は全く知らなかったんですけど、とか多分知りよしもないんですけど、この随道はですね、足利市側の随道はですね、この目の前の大岩で、もう使わないということで、この大岩で出入り口を塞いでいるらしいんですよね。なんで、この大岩を、なんか一枚岩っぽいですけど、この大岩をどかせば、随道の入り口が出てくるということなんですが、まあ、なんか本当は、本当はこの岩をどかすっていう話があったんですけど、まあ、なんか今なくなっちゃったみたいですね。というお話はここまでにして、では早速向こうの随道の方まで行ってみましょう。はい、というわけで腰床随道に到着しました。いや、いつ見てもこの角度とか中の暗さとか、ちょっと身の危険を感じますね。なんか角度的にも本当絶妙に行けるか行けないかみたいな角度なんですよね。なんか行けなくもないだろうしみたいな。じゃあちょっと、こうせっかくここまで来たんでね、頑張って中まで行ってみようと思います。はい、途中経過です。よいしょ。はい、もうすげー、これナイフみたいになってる、これ。はい、こんな感じの岩場が続いて、下が、お、中しっかり見えますね。じゃあちょっと降りてみましょう。結構高さあるんですよ、ここ。はい、はい、というわけで、なんとかこの瓦礫の山を必死に少しずつ降りて入ってこれました。中水がすごいですね。で、あの辺見るとわかるんですけど、若干浅いように見えて、足突っ込んだら長靴がすげえことになっちゃいました。もう10センチぐらいしか上なくなっちゃいましたね。あぶねえ。なんか底なし沼みたいな感じで、もう土ぼこりっていうか、あれが溜まっちゃってる状態ですね。あれ地面じゃないですね、あと見えてるので、奥がこんな感じになってます。ちょっと奥まで行くんですけど、
もう普通に目の前に土砂崩れになっちゃってるところがありますね。ちょっとそっちの方までちょっと足元気をつけながら行ってみましょう。これ足元本当に危ないですね。危ねえマジで、足水没するとこあった。まあね、この間ホームセンターで明るいライト買ったんで、これでちょっと照らしながら奥まで進んでみましょう。はい、というわけで、あそこが入り口になっていて、入り口入ってすぐのところにこういう水が溜まっていて、こっちのちょっと 足場ができているところまでやってきたんで、ここからちょっと進んでいきましょう。いやー、なんだこの目の前のは。よいしょ、危ない危ない。あ、でっかい岩だ、上から落ちてきたんだ。落石もひどいっすね。なんか真っ黒い泥も上から落ちてきてますね。じゃあちょっとささっと奥まで行っちゃいましょう。よいしょ。なんだこれ、なんか紐みたいなのがありましたね。なんだこれ、タコ糸みたいな。これは一体何なんでしょう。ちょっと自分はよくわからないですね。当時のものだったのか。よいしょ。あ、木、これ木だな。木がありましたね。なんか当時使われてたなんかだったんでしょうか。この辺にもなんかこういう四角い石があったり、この辺なんかなんとなく人工物のようなものが多少見えますね。よし、あ、こう下あれですね、今気づいたんですけど、ここ舗装されてるっていうか、ちゃんと石になってますね。石になって、この脇がなんか側溝みたいな感じになってます。なんでこっちは全然平坦ですね。こっちは、こっちも多分側溝みたいになってたのかな。で、はい、目の前に、落盤が、この木は何なんだ。まあ、この木もおそらく、お、なんか発見。よいしょ。よいしょ。やっぱなんか人工物ですね。これなんだろう。よいしょ。これ金属ですね。金属の金具が落ちてました。もう錆びてほとんど風化してるんですけど。で、ああなんか多分あれですね。トンネルをなんかこう、上からこう下に支えるための柱だったんですね。でも支える柱がないと落盤しちゃう恐れがあるぐらい、ここのトンネルは多分脆かったんでしょうねっていうのが分かりますね。でもこの柱あれだな、確かヨッキレンさんも同じ柱みたいなの、数年前の記事ですけど確か出してたな。こんな感じで奥には人工物がありました。じゃあね、こんな感じでちょっと落盤も怖いんで、さっさと戻りましょう。距離的にはまあ何メーターぐらいだろう、20メーターぐらいですかね。20メーターちょっととかで、もうすぐこう落盤になっちゃってます。じゃあね、落盤で閉じ込められたら
危ないんでさっさと出ちゃいましょう。はい、というわけで無事脱出できました。おー、びっくりした。いやー、多分この上の土砂もさっきからパラ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 落ちてきてるんですよ、こうやって。なんでここも正直土砂崩れするのも時間の問題だと思うんで、今回来れてよかったですね。もう多分次も土砂崩れ起きちゃったらもう完全にこの入り口塞がっちゃうと思うんで、まあ今回はリベンジ成功ということで大満足です。というわけで本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。